hiroshi hayashi will present you a video forum the ancient mysteries of the world today's story is about a walking assist device which applies a walking assist force to aliens whom we may call gods in ancient times they wore it because they needed to do so 歩行補助装置を身につけていました。よりわかりやすいレリーフが見つかりましたので、ここに紹介します。足と思われる部分が異様に細く薄っぺらいことに注意してください。そして同時に、ふくらはぎの部分に動力補助装置らしいものがついていることに注意してください。で、ここが重要ですが、足と思われる部分と、 動力補助装置と思われる部分の間に隙間があることに注意してください。その隙間にはその向こう側にある衣服の一部が見えています。ここが今日のポイントですが、他にもバビロニア、アッシリアでは同じようなレリーフがたくさん見つかっています。ただ、隙間の間にその向こうにある衣服の一部が見えるものは今のところこの二つだけです。が、 二つだけでも十分ですね。で、このビデオの結論ということになりますが、私たちが神々と呼ぶエイリアンは、私やあなたと同じように、極めて現実的な存在だということです。少なくともこうしたレリーフを見る限り、霊的、つまりスピリチュアルな存在ではないということです。以前にも証明しましたが、顔はオーバーオールヘルメットを被っています。 人間のように見せかけてはいますが、私たち人間とは違った存在であるということです。さらに言えば、神々が大体現在の人間の顔をしていること自体おかしいのです。これこそまさに人間中心的。もっと言えば人間が本来的に持つ自己中心性そのものだということです。自分の姿に似せ、 神々の像を作りたい気持ちはよく理解できます。その方が分かりやすいし、親近感も覚えます。仮に人間の姿に似ているとしても、人間は遠い遠い、遥か彼方の昔から、一方、遠い遠い、遥か彼方の未来に向かって生きているのです。どうして現在の人間の姿が神の姿なのでしょうかとまあ、少し、 際どい話になってきましたが、こうして、えー、こうした歩行補助装置を見る限り、古代の神々は、霊的な存在ではなかったということです。食事もするし、まあ、クソもする。そういうことですね。そして、えー、こんな会話をしていたかもしれません。いやいや、地球の重量、重力、おめえな。歩くのが大変だぞ、おい。何言ってんだ、おめえ。腕のメーター見ろよ。 バッテリーが切りかかってじゃねえかありゃほんとだ。ゆうべさ、娘と喧嘩しててさ、充電すんのを忘れていたわさ。バーカと。ハロ l this is Hiroshaya Shi, h a a m a City Japan. Ancient gods are aliens from the outer space, and here in this video, I prove it with concrete evidence. They couldn't or they can't walk on this planet. That is to say that they are the people who need power-assisted walking devices when they walk on this earth, most probably because of its gravity. I show you the walking devices in this video. 歩行補助装置を身につけていた。その事実をこれから皆さんにお見せいたします。理由は簡単です。地球の重力が問題でした。と同時に、長野県千野市で発掘された縄文ビーナスについての残された最後の謎解きをこのビデオの中でします。縄文ビーナスも歩行補助装置を身につけていました。まあ、これが縄文ビーナスです。 この土偶に残された最後の謎はこの脚部です。ように太い大腿部。で、その大腿部には奇妙なラインがあるのがわかります。が、このラインは歩行補助装置によるものです。縄文ビーナスは足部全体を覆う歩行補助装置を身につけていました。そのことはバビロニアに残っているイシタール像と比較してみるとわかります。 ジョーモン・ヴィーナスに比較して、バビロニアのイシュタール像は逆に、皆、一様に、異様に細い足をしているのがわかります。大きなボディーに比較して、不釣り合いに細い足。この足で、その上の大きなボディーを支えるのは不可能かと思われます。実際、ペルシャ一帯で見つかっているイシュタール像の中には、座像、つまり、椅子に座っている像が多いのも事実です。で 話を進める前に、まず皆さんに確認していただきたいのは、日本の縄文ビーナス、そして同じく長野県、千の市で発掘された仮面の女神は、スメールのイナンナ、バビロニアのイシタールと同一女神であるという事実です。ここに空の紹介、写真を紹介しておきますので、ご自身で確認してください。なお、スメールのイナンナは、 バビノリア、メソポタミアでは、イシュタールと名前を変えます。さらに、時代は下って、エジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアと名前を変えます。それはともかくも、縄文ビーナスや仮面の女神、さらには車光器道具、さらには埴輪などの脚部が、まあ足の部分がですね、異様に太いのは、やはり歩行、補助装置を身につけているからです。そのことは、 アッシリアの遺跡で見つかったレリーフを見ればわかります。そこには古代の神々が彫刻されています。アフラ・マズダーもいます。その神々の足を見れば、古代の神々が歩行補助装置を身につけていたことがわかります。そうした事実をこれから順に皆さんに紹介していきます。判断なさるのはあなた自身だということです。で、今、 皆さんにご覧いただいているのが、中央にジョーモヴィーナス、左右にイシュタールです。まあ、イシュタールにもいろいろな像がありますが、一番右のイシュタール像に、えー、注目してください。ジョーモヴィーナスとコンセプトが全く同じであることにお気づきになると思います。と同時に、こうした、まあ、なんてますか。まあ、ものも、ものですね。としか言われませんけども、見つかっています。そして、このイシュタールのイナーナと、そして左のジョーモヴィーナスを比較してみてください。 作りの方のコンセプトが全く同じです。まあ、顔が違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、えー、ジョーモンビーナスも、そして右のイナンナも、えー、お面を、仮面を被っています。そのことも私の,ビ,のビデオの中で既に証明いたしましたので、ぜひご覧になってください。そして、えー、ジョーモンビーナスは言いました。私はイナンナなのよジョーモンビーナス。 いわゆるまあ日本の土偶、イナンナ説は林宏氏の説です。これがまあ縄文ビーナスですね。この足を見てください。で、最後に残された謎はですね、この足のところに奇妙なラインが入っていることですけども、これは、えー、歩行補助装置と考えます。この中にすっぽりとまあイナンナはですね、足を入れてこの地上を歩いたものと思われます。で、今、バビロニアで発掘されている いタールドですね、それをこの、えー、ジョンモンビーナスの歩行補助装置の中に入れてみます。まあ、こうして、足部全体を追った歩行補助装置であったということになるわけです。まあ、こんなこと言うとですね、なぜ、どうして、その証拠はあるのかというふうにおっしゃる方も多いと思いますので、これからその証拠をお見せいたします。一番右が、まあ、ご存知、えー、ジョン、え、仮面の 目とってことになってますね。そして一番、今度はそれ、あの、その続くのが、青森県の上川岡で発掘されている遮光器道具です。皆一様に太い足をしていることに注意してください。これらは皆歩行補助装置をつけています。歩行補助装置というのはですね、まあ、何かの、ま、原因があって、そしてまあ、あの、あることが、に困難を感じる方がですね、こうしてま、歩行補助装置をつけて、 歩くことができるようになるというわけです。まあ、これが歩行補助装置ですけども、古代の神々はこうした歩行補助装置を身につけていたということになります。で、これからその歩行補助装置を皆さんにお見せします。えー、アッシリアにですね、こんなレリーフが残っています。アフラマザー、もしくは王、もしくは神ということになってますけども、まあ、解釈の仕方はいろいろあると思いますけども、この神ですね。 足を見てください。これから皆さんに古代の神々が歩行補助装置を身につけていたという証拠をお見せします。赤い部分がサンダルですね。そしてその上に足が乗っていますが、異様に薄っぺられていますか。ひらひらの足であることに注意してください。そしてこの黄色い部分が 足ということになります。そうするとこの赤い部分は歩行補助装置ということになりますね。動力源があって、そしてこの動力によって足を動かしていたということになります。このサンダルと黄色い足をつなぐ部分にですね、細いベルトのようなものが見えることにも注意してください。で、これが足と歩行補助装置であるということは、この赤い部分を見てください。この黄色い部分と左の赤い部分の間の向こうが透けて見えますね。そしてこの、まあ、紙の 衣服がその向こうに見えているのがわかります。この矢印のところに注意してください。横線が一致しますね。左右に流れて。この、ですから、緑の部分を、まあ、衣服のようなものとすすならば、この衣服の一部がですね、黄色い部分と赤い部分にまたがっていてますが、その隙間の間に見えているということです。なあち、これは大体部でもふくらはぎでもないということですね。 黄色い部分が足で、そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。この部分が特に重要ですから見てください。この隙間のところに、向こうの、その向こう側にある衣服の一部が、まあ彫刻してあるということです。まあこのようにですね、古代の彫刻は正確にと言いますか、あの、神々の姿を映し取っているということですね。で、ここに歩行補助装置があります。そしてこれが、まあ、右の方はね、現在人間が使っている歩行補助装置です。 なあち、この神は少なくとも人間ではない。少なくとも地上を歩くときにですね、このような歩行補助装置を必要とした、まあ、人いたち。なあち、エイリアンであるということになります。でも、この羽についてはですね、私はこのように解釈しましたが、これはまあ、このようにも見えるという程度に判断しておいてください。上がアフラーマーダーですけども、左右に足が伸びてますね。ふにゃふにゃふにゃっとした、ようにまあ、かぼそいと言いますか。まあ、頼りない足をしていることに注意してください。 まあ、そのアフラマズダーの羽模様なのか、まあ、なっています飾りなのか、本当の羽なのかということは、いろいろ議論があると思いますけれども、ともかくも、えー、こうした点で一致して、すなわち、この、まあ、このレリ,リーフの神はですね、私はアフラマズダーだと解釈しています。で、 まあもちろんお面かぶってますし、この俺とこの像と同じお面も実は見つかって発掘されています。そのお面も以前紹介しました。この腕もですね、よく見ると、この黄色い部分が、まあもともとの腕で、そして黄色い、まあちょっと上のね、ピンクっぽいのところがですね、ここ、 まあ補助法 <laughs> じゃなくてね、これはあの、いわゆる補助装置というふうに考えられます。やはりこう地球上ではですね、まあその、こうした補助装置なくしては生活、あるいはあること、あるいは何かを持ち上げることもできなかったということになるわけです。向かって、まあ右、この、 神のですね、左腕もそうですね。あの、やはり黄色い部分とピンクの部分にきれいに分かれてますね。人間はこのような、まあ、線が、あの、腕の中央に、内側に入るということはありません。なあち、黄色い部分が腕であり、赤い部分が、まあ、補助装置ってことになるわけですね。まあ、これはあの、ペルセプロスに残るアフラマウザーの、まあ、レリーフですけども、やはり、異様に細い、足いるところに注意してください。そして、これがピンカー、貧化。 セルビアのビンカで見つかった、sitting woman ですね。そういうふうに書いてありました。いわゆる座、座像、婦人座像と言いますかね。そういった像なんです。まあ、角度は違いますけども、こう見えます。中央、三本足で見えますけど中央で二つの細い足を束ねているのがわかります。異様に細い足だところに注意してください。一方、これと同じ像が、えー、同じく長野県千代市の小東で見つかっています。左がビンカ、右が長野県の千代市で見つかった、えー、仮面の女神です。顔を比較してみてください。 これを違うという方が無理がありますね、えー。ここは特に重要ですから見てください。肩幅が横へ伸びてですね、カクンカクンと曲がっている。そして脇の下には大きな空間ができている。人間はこのような空間はできません。そしてこのコンセプトですね、三角頭の、まあ、この丸、枕、まあはのは、 私は、あの、この、血の死行って調べましたと、ころ、穴ではありませんけれどもね、くぼみのようなものが開いてます。そして、口のところにも同じ穴が開いて、穴というか、まあ、穴が、穴ですね。そして、肩のところに、えー、ビッーカーの方は丸い穴が開いてますけれども、えー、仮面の女神の方は、円形の模様が書いてあります。特にこのおへそですね。このおへそ、えー を比較してみますと、作り方のコンセプト盛り上がって、そして穴が開いている。あの、左の像と、あの、比べてみるとよくわかります、ね。一番左の像と、あの、茅野の像と比べてみますと、さらに鮮明にわかります。えー、これが、まあ、文化で見つかったシディングウーマンですね。そして、右の方が、長野県茅野市で見つかった、仮面の女神です。これは両者を比較してみてください。全く同じと言っていいですね。そして、その、肩幅がやはり、カクンカクンと回って、ここに丸いものがあると。 ところが下半身だけは違うんですよね。それはまあ、その理由はこれからお話しします。で、このへそを見て、ここのへそを見てください。これ同じ、よく見てください。いいですか同じだったですね。ここまで同じなんです。ンカですよ。セルビですよ。セルビアというのはギリシャの北部です。えー、そして、あの、この鼻三角頭、首、コンセプト、全く同じなんですね。これを違うという方がおかしいわけです。なあち、えー、仮面の女神の方はですね、そのまあ、 足の、手の部腕の部分がね、ややこうディフォルメ化してありますけれども、同じだというところが、足の太さが違いますね。ところが同じく、敏感では、なんと、下半身だけの、まあ、胸あたりまである歩行の道具が見つかっているんですね。まこれか、あの、これを、まあ、こうして、すっぽりとかぶって、そして、まあ、治療を終われた。と同時にですね、日本の甲府市内でも、 いわゆる、脚部だけの土偶が見つかっています。これは、甲府市内の山梨県技立高校博物館の中に陳列されています。これは大変貴重な土偶だと考えています。で、結論です。これが、まあ、仮面の女神ですね。そして、これらに、まあ、右の方がビンカーです。同じ像だということを確認していただきましたね。そして、ジョンモビーネス。同じ場所で見つかっています。 同じように太い足をしています。そして右の下がですね、バビロニアで見つかっているシュメール像、あイスタール像です。あシュイタール像ですね。そしてこの足を見てください。右の方はですね、異様に細い足をしています。ですからこうしたこの足では、体を支えることができなかったから、歩行補助装置を必要とし,し,したということですね。ですから日本の車高機動具、そしてハニワも太い足をしています。 こうしてまあ足、太い足がなぜこのように、異様に太い足をしているかというのは、まあ、左四つはですね、同じコンセプトで作られた足だということになるわけです。そしてさらに話を進めてみますと、同じ、と言いますか、その、便化ではですね、右下のような歩行補助装置的な土偶も見つかって、そして左の、まあ、山梨県甲府で見つかった、この土偶も関心だけの Power Assisted Walking Devices ということになるわけです。つまり、 古代の神々はこうした歩行補助装置を必要としたまあ神々であった。すなわちエイリアンであったということになるわけです。まあ、この敏感の歩行補助装置はおそらく胸からあの首あたりまですっぽりと入っていた歩行補助装置だと思われます。左のあ縄文ビーナスの方はやや進化した、まあ、足だけをすっぽりと入れて使った歩行補助装置だというふうに考えられます。 ま、進化してるかどうかということは、ま、皆さんの判断になりますけども。で、ジョ仮面のヴィーナスは言いました。仮面の目が見えました。ごめんなさい。私は地上を歩くことできないの。で、だからこうした歩行補助装置を必要としてるのよ。私も必要としてんのよ。ほ,ほほほほ。ってな感じでね。そして、ハニワの、無人って言われてる人も言いました。私も歩行補助装置を必要とするのです。なあち、これらの人々は、皆、 地上では歩けなかったすなわちエイリアンということになるわけですね。古代の神々は歩行補助装置を必要としたエイリアンであったというのがこのビデオの結論です。あとは皆さんご自身で判断してください。それでは続くビデオをどうをご覧ください。バイ。2> 1, 2, 3, 4, Jo Jumon 5678 Jo 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 Mong One Two Three Four Jo Muj Five Six Seven Eight Jo 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 Mon J The Most Confused You Ever Get Is When you try to convince your heart and spirit of something, your mind knows it's a lie.Shannon L. Alder 一番混乱するときというのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させるときだよ。Shannon L. Alder Common sense is what tells us the earth is flat. スチワト・チェイス。地球は平らだと言ってごらん。それが常識の中身だよ。スチワト・チェイス。It was not curiosity that killed the goose Who laid the golden egg, but an insatiable greed that devoured common sense?E.A.Vocannery。金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識をむさぼりく、貪欲さだったんだよ。E.A.Vocannery いい。ブキャネリ Common sense ain't common. Will Rogers. 常識などというものはね、決して不変じゃないよ. Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be. Harriet Beecher s t o e 常識というのはね、物事をあるがままに見ることだよ。そして、それがあるべきようにそれをすることだよ。Harriet Beecher Stowe Common sense is judgment without reflection shared by An entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャム・バチスタ・ディコ。常識などというものはね、考えないでものを判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャム・バチスタ・ディコ。 Common sense is part of the homemade ideology of those who have been deployed of fundamental learning of those who have been kept ignorant. John Berger 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね。ジョン カモンセンス is a collection o アルバート・アインシュタイン常識などというものはねその人が18歳の時までに持った偏見の塊だよアルバート・アインシュタイン Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. ヒロシ、ハヤシ。常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。はやしヒロシ。 One two three four, Jo 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 5, Five six seven eight, Jo Jo Jo, jo Japanese goddesses are pregnant. What a wonderful story it is. Japanese goddesses are pregnant. Congratulations. 日本の女神様は妊娠していました。素晴らしいニュースです。なんと、日本の女神様が妊娠していたのです。こんな素晴らしいニュースがどこにあるでしょうか日本の女神様だけではありません。バビロニアの女神様も皆妊娠していました。バザーイと言いたいですが、その女神様は一方で、 歩行補助装置を身につけていました。それをこの動画の中で説明、かつ証明します。長野県地の市で発掘された縄文ビーナスには腰の下のところに奇妙なラインがあります。足の大腿部で外側から大腿部を包むようにそのラインがあるのがわかります。何かしら今で言うズボンのような感じもします。このラインは一体 何なのでしょうかが、それにしても不自然です。今日はこの謎解きに挑戦してみますが、忘れてならないのが、バビロニアで発掘されているイナンナ・イシュタール像です。ジョーモン・ビーナスとバビロニアで発掘されているイナンナ・イシュタール像は腰から下を覗いて大変よく似ています。ジョーモン・ビーナスの脚部は異様に太く、一方、 バビロニアで発掘されたイナンナ・イシュタール像は異様に細いのがわかります。肉体が太れば人間の場合は足も太くなります。が、この両者は共にアンバランスです。縄文のヴィーナスの方はアンバランスに足が太く、一方、バビロニアのイナンナ・イシュタール像の方はアンバランスに足が細くなっています。なぜでしょうか 考えれば考えるほどおかしいですね。私はこれら二つの像は同じと判断していますが、皆さんはどう思われますかもっとも現代アート風に解釈すれば、それぞれの特徴を強調するためにリフォルメ化したとも理解できますが、それはあくまでも現代アートの世界での話です。というような周りくどい言い方はやめます。 ジョーモンビーナスも歩行補助装置を身につけていました。その証拠が腰の下のところにある奇妙なラインということになります。つまり、ジョーモンビーナスは腰から下を言うなればすっぽり型の歩行補助装置の中に入れていたということになります。すっぽり型の歩行補助装置です。体をその中に入れ、この地上を 歩いていたのです。つまり、自分の足ではこの地上を歩くことができなかったのです。だから歩行補助装置を必要としていたのです。同じことが同じく血の下で発掘された仮面の女神についても言えます。女神です。逆三角形の仮面を被っているから仮面の女神と呼ばれています。この女神も妊娠していたのだそうです。 それはさとき、仮面の女神も異様に太い足をしています。歩行補助装置です。そのことは、セルビアのリンカで発掘された女性像と比較してみるとわかります。これら二つの像は似ているというレベルを超えて同じです。共に逆三角形の仮面を被っています。仮面の端にある小さな穴まで一致しています。 さらに、両者のへそを比べてみると、作り方まで同じです。セルビアですよ。ギリシャの北部のセルビアですよ。共に影響し合うような距離ではないのです。が、やはり足だけは違う。仮面の女神の方は、異様に足が太く、一方、敏感の女性像の方は、やはり異様に細くなっています。が、その敏感では、なんと、下半身だけの土偶も見つかっています。 下半身だけの道具ですよ。ビンゴです。つまり、ンカの女性像は、その歩行補助装置を外していたのです。一方、仮面の女神も、また、縄文ビーナスも、歩行補助装置をつけた状態になっている。歩行補助装置を身につけていたのです。ついでに言えば、青森県亀ヶ丘で見つかった車光機道具も、また、日本の各地で発見されている、埴輪も、 歩行補助装置を身につけていた。貧乏ですね。なお、こうした歩行補助装置は、バビロニア、アッシリアの神々も身につけていました。足部が足と歩行補助装置に分かれ、その間には隙間があります。その隙間には、その向こうにある衣服の一部が見えています。という話を、この動画の中でします。証明します。楽しいですね。 なお、これらの事実はすべてこの林博士が発見したことです。どうかよろしくご留意ください。広し林ハーママシティジャパン。画面を見ながら説明します。まず、あの、皆さんにですね、知っていただきたいのはですね、縄文土偶、縄文ヴィーナスも仮面のヴィーナスも含めてですけども、縄文土偶イコールイナンナ説です。 それに気がついたのはですね、この二つの像を比べていた時のことです。えー、共にですね、作り方のコンセプトが同じであると。足の太さは違いますけども、あとは同じであるということですね。共に仮面を被っています。え、地の市へ行って、この縄文ビーナスの仮面部を見ましたけども、内側に中へ掘り込んでありますね。なあち仮面だということです。で、こうして私は、縄文、 道具イコールイナンナ説を唱えるようになりました。今からすでにもう2年半、3年近くも前のことです。そしてこのイアルマ・シュメールのイナンナ像が決定的となりました。今その像を左の上にくっつけてみました。胸のコンセプト、そしてヘルメット、全く同じなんですね。そして共に仮面をかぶっています。人間には直接見せることのできなかった顔をしていたものと思われます。そして耳ですね。 右の方は、あの、耳飾りということになってますけども、これは同じように耳と考えていいわけです。そしてこの腰の太さ。そして、まあ足を除きますけども、右が縄文、えー、ビーナスです。左がシュメールのイナンナ像です。これが決定的となりました。そしてこの作り方ですね。穴も開いてる。そしてヘルメットの周りが二重線になっているところにも注意してください。こうして比べていまして、まあ縄文ビーナスイコール イナンナであるということを、まあ、決定的に、といいますか、結論付けました。で、その流れの中で、縄文土偶イコール、メガビスなわち、イナンナなんですね。え、現地に行きますと、隣のお姉ちゃんおばちゃんをもじって作ったというふうに説明されていますけども、私はそうでないと思います。シュメール、イナンナです。ここが重要ですね。日本の土偶は、シュメールのイナンナと一致するということです。皆さん自身でご確認ください。そして、 歩行補助装置の話をします。で、これが縄文、道具いななです、まあ、いろいろありますけどビーナスですけども、腰部がですね、ここに奇妙なラインが入っていることがわかりますね。で、それを上の部分を取ってみますと、こういう形になります。なあち、これは歩行補助装置であると。これは先ほどちょっとお見せしました、アシリア、バビロニア残る歩行補助装置と、まあ、 コ,コンセプトは同じですけど、形は違いますけどもね、こちらの方が学んでますけど、旧型ということになりますね。古いタイプの歩行補助装置です。地球へ降りてきた女神たちは直接自分で歩くことができませんでした。ですからこのような歩行補助装置を必要としたものと思われます。で、左の縄文ヴィーナスの方は歩行補助装置を身につけている。そして中央のシュメールの女神は、あ つけていない。そして、仮面のヴィーナスも同じコンセプトの、えー、歩行補助装置をつけていた。そして、車高器土偶も同じ歩行,補助歩行補助装置をつけていたということになります。足を比べてみてください。そしてですね、この腰部を見てみますと、あの、長い短いの違いがありますけれども、えー、縄文ヴィーナスも仮面の、えー、女神もですね、同じコンセプトの歩行補助装置をつけていたことがわかります。えー ジョーモンビーナスの死長いんですね。その膨らんでいる部分からね。そういうふうに判断してください。なあち、これが、まあ、一番右はですね、最近の洗練された歩行補助装置ですけども、まあ、こうした歩行補助装置を人間が使っているということです。もう一つはこれ仮面の、えー、ベンが目を見てください。昔は女王って言ってたんですけどもね。で、一、右が、これがビンカで見つかった、えー セ,セリング・ワーマンというふうに説明してありましたね。そして左下がジョーモン・ビーナス。そして右下がシュメールの、まあ、バビロニア・シュメールの、えー、イスタール・イナンナです。で、足の太さが違う。そしてその上のが社交義道具でしたが、ハニワですね。みんな足が太いんですね。これは歩行補助装置をつけていたと判断して、どうして間違っているでしょうか。ということになるわけですね。 合理、まあ、あとは皆さん自身でね、判断していただければいいと思いますけども、私の説が合理的なのか、それとも、妊娠した女性というのが合理的なのかという問題につながっていくわけです。そして、ンカでは、右下のような、下半身だけの土偶も見つかっています。で、これはあの、下半身だけなんですね。で、左の方はですね、甲府で,で見つかっています、下半身だけの土偶ということになっています。 これは、あの、現在、あの、山梨県立高校、博物館に飾ってあります。これが、あの、歩行補助装置ですけども、これが、まあ、一番よく似てるということで選んでみました。足が太いですね。まあ、これは、あの、左の方はプロトタイプの、まあ、型ということになります。まあ、よく似てるものですから、このように並べてみました。いかがですかで、もう一度、あの、カーの話、ちょっと戻ってきますからあボ、あの、ブリ、ブルガリアに見つかった像ですけどもね。あの、下の、下半身の部分ちょっとくっつけてみました。で、こうして、まあ、カー中心、ブルガあの、それから、あの、 え、セルビアは隣同士ですからね。まあ、要するにギリシャの北部です。で、これがですね、中央が、ま、決定できてありましたね、この顔がですね、えー、仮面の女,女神と一致したということです。そして、そと同じようなものが、左のブルガリーの相当にも、ブルガリーに現在のですよ、にも残っているということです。で、三角頭ですね。まあ、このように比較してみてください。 で、真ん中にはね、あの、ブルガリアで発見された、あの、下半身をくっつけていました。左が山内丸山遺跡で見つかった、土偶です。三角頭ですね。これまた一致するんですね、皆さん。左と右比べてみてください。この山内丸山遺跡で見つかった土偶と、それからセルビアのンカで見つかった土偶を比べてみてください。同じです。全く同じです、皆さん。これをどういうふうに、まあ、理由をつけるかですよね。 まあ偶然だ、偶然だ、偶然だと言って、まあ、謎の迷路の中に入ってしまうか、あるいはこれら、どう考えるか皆さんのご自由ですけども、それでは前に進めないということですね。左、そして、その、同じコンセプトで作られているのが、仮面の女神ということになります。ご自身に隠してください。頭のね、両端にちょんちょんと穴が開いているところ、口の下に穴が開いているところ、そして、肩のところに円が書いてあるところ、そして、このおへそが決定的となりましたね。あの、剣がですね、火山のように盛り上があって、その中心にちょんと穴が開いています。 これは偶然でしょうか、皆さん。そして、えー、ブルガリアで見つかったこの像と、えー、三角頭の、いわゆる仮面の女神と比較してください。同じですね。そしてこのようにして、まあ、像が作られてきたということです。なあち、互いに関連性を持っているということですね。日本と、そして、えー、まあ,ブあ、ブルガリア、ブルガリア、それからセルビアと、 このように繋がっているということです。横から見た像もありますけれども、右の方は、シュメールのレプタリアン像です。同じですね。ということは、あまあ、日本へやってきた仮面の女神は、元はこういう形をしていた。すなわち、シュメールの女神と一致するということです。これを皆さんどうお考えになりますか同じですね。肩がカクンカクンとして脇の下が大きく開いています。人間はこのような丸い穴は開きません。これも林博士説です。 頭を比較してみてくださいで。目が側面についていて、まあ、り上がってるわけですね。つれ上がってる目は、日本の縄文土器、土偶とですね、コンセプトが一致しています。そして右の方は、えー、下半身だけをくっつけてみました。そして、こうして並べて、セピアにしてみますと、よく、大変よく似てるっていうレベルを超えて、似ているということですね。 同じだということです。右の方は、あの、座ってるんですよ。この椅子の上にね。ですから、あの、三本足に見えますけども、中心に二つの足が束なってますね。束べられています。ですから、同じ。まあ、二本の足と見ます。で、右がジョ縄文ンビーナス。左が、ですね。あの、仮面の面紙ですね。足のコンセプト、先の方を見てください。この丸い部分は同じですね。そして、その下に、長い。まあ、縄文ンビーナスは長くなってますけどもね。同じだということです。この両者は、歩行、補助装置を、 つけていたということになります。いかがですか繰り返しになりますけれども、以上はすべて私、林博士が発見したことです。よろしくご留意ください。そして足の長さがこのように長い、身の方は長くなっているということですね。で、ここにちょっとしたくびれがありますね。これもあの、縄文ビーナスの方にもあります。えー、ということです。いわゆる、縄文ビーナスは、 歩行補助装置をつけていた。埴輪も歩行補助装置をつけていた。ということになりますね。いかがですかいわゆる地上を歩けなかったということです。なぜ歩けなかったか二つ理由がありますね。一つは神々といえども現実的な存在であったということ。そして二つ目には地上を歩くことができなかった人たちであったということになります。それとも皆さんは左二つを 妊娠した女性と見ますか私にはどうしてもそのようには見えないのです。それでは続くビデオをどうかご覧ください。Hello, this is Hiroshihaya Shi, h a m a m a City, Japan. Ancient gods are aliens from the outer space and here in this video I prove it with concrete evidence. They couldn't or they can't walk on this planet. That is to say that they are the people who need power assisted walking devices when they walk on this earth most probably because of its gravity. I show you the walking devices in this video. 歩行補助装置を身につけていた。その事実をこれから皆さんにお見せいたします。理由は簡単です。地球の重力が問題でした。と同時に、長野県千野市で発掘された縄文ビーナスについての残された最後の謎解きをこのビデオの中でします。縄文ビーナスも歩行補助装置を身につけていました。まあ、これが縄文ビーナスです。 この土偶に残された最後の謎は、この脚部です。ように太い大腿部。で、その大腿部には、奇妙なラインがあるのがわかります。が、このラインは、歩行補助装置によるものです。縄文ビーナスは、足部全体を覆う歩行補助装置を身につけていました。そのことは、バビロニアに残っているイシタール像と比較してみるとわかります。 ジョーモン・ヴィーナスに比較して、バビロニアのイシュタール像は逆に、皆、一様に、異様に細い足をしているのがわかります。大きなボディーに比較して、不釣り合いに細い足。この足で、その上の大きなボディーを支えるのは不可能かと思われます。実際、ペルシャ一帯で見つかっているイシュタール像の中には、座像、つまり、椅子に座っている像が多いのも事実です。で 話を進める前に、まず皆さんに確認していただきたいのは、日本の縄文ビーナス、そして同じく長野県千の市で発掘された仮面の女神は、スメールのイナンナ、バビロニアのイスタールと同一女神であるという事実です。ここに空の紹介、写真を紹介しておきますので、ご自身で確認してください。なお、スメールのイナンナは、 バビノリア、メソプタミアではイシュタールと名前を変えます。さらに時代は下ってエジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアと名前を変えます。それはともかくも縄文ビーナスや仮面の女神、さらには社交機道具、さらには埴輪などの脚部が、まあ足の部分がですね、異様に太いのはやはり歩行、補助装置を身につけているからです。そのことは アッシリアの遺跡で見つかったレリーフを見ればわかります。そこには古代の神々が彫刻されています。アフラ・マズダーもいます。その神々の足を見れば、古代の神々が歩行補助装置を身につけていたことがわかります。そうした事実をこれから順に皆さんに紹介していきます。判断なさるのはあなた自身だということです。で、今、 皆さんにご覧いただいているのが、中央にジョーモーヴィーナス、左右にイシュタールです。まあ、イシュタールにもいろいろな像がありますが、一番右のイシュタール像に、えー、注目してください。ジョーモーヴィーナスとコンセプトが全く同じであることにお気づきになると思います。と同時に、こうした、まあ、なってますか。まあ、ものも、ものですね。としか言われませんけども、見つかっています。そして、このイシュタールのイナンナと、そして左のジョーモヴィーナスを比較してみてください。 作りの方のコンセプトが全く同じです。まあ、顔が違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、えー、ジョーモンビーナスも、そして右のイナンナも、えー、お面を、仮面を被っています。そのことも私の,ビ,のビデオの中で既に証明いたしましたので、ぜひご覧になってください。そして、えー、ジョーモンビーナスは言いました。私はイナンナなのよジョーモンビーナス。 いわゆる、まあ、日本の土偶、イナンナ説は、林博士の説です。これが、まあ、縄文ビーナスですね。この足を見てください。で、最後に残された謎はですね、この足のところに奇妙なラインが入っていることですけども、これは、えー、歩行補助装置と考えます。この中にすっぽりと、まあ、イナンナはですね、足を入れて、この地上を歩いたものと思われます。で、今、バビロニアで発掘されている、 いな、したあるとですね、それをこの、えー、ジョモンビーナスの歩行補助装置の中に入れてみます。まあ、こうして、足部全体を追った歩行補助装置であったということになるわけです。まあ、こんなこと言うとですね、なぜ、どうして、その証拠はあるのかというふうにおっしゃる方も多いと思いますので、これからその証拠をお見せいたします。一番右が、まあ、ご存知、えー、ジョー、ー仮面の 目が見てうことになってますね。そして一番、今度はそれ、あの、それ続くのが、青森県の上川岡で発掘されている遮光器道具です。皆一様に太い足をしていることに注意してください。これらは皆歩行補助装置をつけています。歩行補助装置というのはですね、まあ、何かの、ま、原因があって、そしてまあ、あの、あることが、に困難を感じる方がですね、こうしてま、歩行補助装置をつけて、 歩くことができるようになるというわけです。まあ、これが歩行補助装置ですけども、古代の神々はこうした歩行補助装置を身につけていたということになります。で、これからその歩行補助装置を皆さんにお見せします。えー、アッシリアにですね、こんなレリーフが残っています。アフラマズダ、もしくは王、もしくは神ということになってますけども、まあ、解釈の仕方はいろいろあると思いますけども、この神ですね。 足を見てください。これから皆さんに古代の神々が歩行補助装置を身につけていたという証拠をお見せします。赤い部分がサンダルですね。そしてその上に足が乗っていますが、異様に薄ぺられていますか。ひらひらの足であることに注意してください。そしてこの黄色い部分が 足ということになります。そうするとこの赤い部分は歩行補助装置ということになりますね。動力源があって、そしてこの動力によって足を動かしていったということになります。このサンダルと黄色い足をつなぐ部分にですね、細いベルトのようなものが見えることにも注意してください。で、これが足と歩行補助装置であるということは、この赤い部分を見てください。この黄色い部分と左の赤い部分の間の向こう側が透けて見えますね。そしてこの まあ、神の衣服がその向こうに見えているのがわかります。この矢印のところに注意してください。横線が一致しますね。あ左右に流れて。この、ですから、緑の部分を、まあ、衣服のようなものとするならば、この衣服の一部がですね、黄色い部分と赤い部分にまたがって、ってますがその隙間の間に見えているということです。なあち、これは大体部でもふくらはぎでもないということですね。 黄色い部分が足で、そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。この部分が特に重要ですから、見てください。この隙間のところに、向こうの、その向こう側にある衣服の一部が、まあ彫刻してあるということです。まあ、このようにですね、古代の彫刻は正確にと言いますか、あの、神々の姿を映し取っているということですね。で、ここに歩行補助装置があります。そしてこれが、まあ、右の方はね、現在人間が使っている歩行補助装置です。 なあち、この神は少なくとも人間ではない。少なくとも地上を歩くときにですね、このような歩行補助装置を必要とした、まあ、人たち。なあち、エイリアンであるということになります。でも、この羽についてはですね、私はこのように解釈しましたが、これはまあ、このようにも見えるという程度に判断しておいてください。上がアフラーマーザーですけども、左右に足が伸びてますね。ふにゃふにゃふにゃっとした、異様にまあ、かぼそいと言いますか。まあ、頼りない足をしていることに注意してください。 ま、そのアフラマザダーの羽模様なのか、まあ、なてます飾りなのか、本当の羽なのかということは、いろいろ議論があると思いますけれども、ともかくも、えー、こうした点で一致して、すなわち、この、まあ、このレリ,リーフの神はですね、私はアフラマザダーだと解釈しています。で、まあ、もちろんお面被ってますし、この、俺と、この、像と同じお面も実は見つかって発掘されています。そのお面も以前紹介しました。 この腕もですね、よく見ると、この黄色い部分が、まあ元々の腕で、そして黄色い、まあちょっと上のね、ピンクっぽいのところがですね、歩行、まあ補助、歩 <laughs> 行じゃなくてね、これはあの、いわゆる補助装置だというふうに考えられます。やはりこれ地球上ではですね、まあその、こうした補助装置なくしては、生活、あるいはあること、あるいは何かを持ち上げることもできなかったということになるわけです。え向かって、まあ右、この、 髪のですね、左腕もそうですね。あの、やはり黄色い部分とピンクの部分に綺麗に分かれてますね。人間はこのような、まあ、線が、あの、腕の中央に、内側に入るということはありません。なあち、黄色い部分が腕であり、赤い部分が、まあ、補助層してことになるわけですね。まあ、これはあの、ペルセプロスに残るアフラマザーの、まあ、レリーフですけども、やはり、異様に細い、足いるところに注意してください。そして、これがビンカ、貧化。 セルビアの文化で見つかった、セティングワーマンですね。そういうふうに書いてありました。いわゆる、ザ、ザゾ、婦人ザゾと言いますかね。そういった像なんです。まあ、角度は違いますけども、こう見えます。中央、三本足で見えますけども、中央で二つの細い足を束ねているのがわかります。異様に細い足立て、ところに注意してください。一方、これと同じ像が、えー、同じく長野県茅野市の小東で見つかっています。左が文化、右が長野県の茅野市で見つかった、えー、仮面の女神です。顔を比較してみてください。 これは違うという方が無理がありますね、えー。ここは特に重要ですから見てください。肩幅が横へ伸びてですね、カクンカクンと曲がっている。そして脇の下には大きな空間ができている。人間はこのような空間はできません。そしてこのコンセプトですね、三角頭の、まあこの丸、枕、まあのは 私はあの、この、血の死行って調べましたところ、穴ではありませんけれどもね、くぼみのようなものが開いてます。そして口のところにも同じ穴が開いて、穴というか、まあ、穴が穴ですね。そして、肩のところに、えー、ビッカーの方は丸い穴が開いてますけれども、えー、仮面の女神の方は、えー、円形の模様が書いてあります。特にこのおへそですね。このおへそ、えー を比較してみますと、作り方のコンセプト盛り上がって、そして穴が開いている。あの、左の像と、あの、比べてみるとよくわかります。一番左の像と、あの、地の市の像と比べてみますと、さらに鮮明にわかります。えー、これが、まあ、敏感で見つかった、シティングウーマンですね。そして、右の方が、えー、長野県千の市で見つかった、仮面の女神です。これ両者を比較してみてください。全く同じと言っていいですね。そして、その、肩幅がやはり、カクンカクンと回って、ここに丸いものがあると。 ところが、下半身だけは違うんですよね。それはまあ、その理由はこれからお話しします。で、このへそを見て、ここのへそを見てください。これ同じ、よく見てください。いいですか同じだったですね。ここまで同じなんです。ンカですよ。セルビアですよ。セルビアというのはギリシャの北部ですえ。そして、あの、この鼻、三角頭、首、コンセプト、全く同じなんですね。これを違うという方がおかしいわけです。なあち、えー、仮面の女神の方はですね、そのまあ、 足の、手の部腕の部分がね、ややこういうディフォルメ化してありますけども、同じだというところが、足の太さが違いますね。ところが同じく、敏感では、なんと、下半身だけの、まあ、胸あたりまである歩行の道具が見つかっているんですね。まあ、これ、あの、これを、まあ、こうして、すっぽりと被って、そして、まあ、縮われた。と同時にですね、日本の甲府市内でも、いわゆる、 100部だけの土偶が見つかっています。これは甲府市内の山梨県立高校博物館の中に陳列されています。これは大変貴重な土偶だと考えています。で、結論です。これが、まあ、仮面の女神ですね。そして、これらに、まあ、右の方がビンカーです。同じ像だということを確認していただきましたね。そして、ジョンモビーナス。同じ場所で見つかっています。 同じように太い足をしています。そして右の下がですね、バベロニアで見つかっているシュメール像、イスタール像です。あーシュイスタールゾですね。そしてこの足を見てください。右の方はですね、異様に細い足をしています。ですからこうしたこの足では、体を支えることができなかったから、歩行補助装置を必要とし,し,したということですね。ですから日本の車高機動軍そしてハニワも太い足をしています。 こうしてまあ足、太い足がなぜこのように異様に太い足をしているかというのはまあ左四つはですね同じコンセプトで作られた足だということになるわけです。そしてさらに話を進めていますと同じと言いますか、その便化ではですね、えー、右下のような歩行補助装置的な土偶も見つかって、そして左のまあ山梨県甲府で見つかったこの土偶も 関心だけのパワーアシスティッウォーキングデバイスズということになるわけです。つまり古代の神々はこうした歩行補助装置を必要としたまあ神々であった。すなわちエイリアンであったということになるわけです。まあこの ンカの歩行補助装置はおそらく胸からあの首あたりまですっぽりと入っていた歩行補助装置だと思われます。左の縄文ヴィーナスの方はやや進化した、まあ足だけをすっぽりと入れて使った歩行補助装置だというふうに考えられます。 ま、進化してるかどうかってことは、ま、皆さんの判断になりますけども。で、縄文、あ仮面のヴィーナスは言いました。仮面の目が見えました。ごめんなさい。私は地上を歩くことできないの。で、だからこうした歩行補助装置を必要としてんのよ。私も必要としてんのよ。ほほほほ,ほ。ってな感じでね。そして、はにはあの、無人って言われてる人も言いました。私も歩行補助装置を必要とするのです。なあち、これらの人々は、皆、 地上では歩けなかったすなわちエイリアンということになるわけですね。古代の神々は歩行補助装置を必要としたエイリアンであったというのがこのビデオの結論です。あとは皆さんご自身で判断してください。ワン、ツー、スリ 「ワンツースリーフォーチョチョチョモジン」「ファイス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 イ